こんにちは、野中まりえです。ギタリスト、ベーシストのための体メンテナンス、いよいよ最終章です。今日は体を動かしていきたいと思います。しっかりほぐしてストレッチ、伸ばしてあげた筋肉、動かしてあげることで質のいい筋肉になっていきます。また伸ばすだけでは開かなかった胸が動かしてあげることによって開いたりもするので、ぜひこのエクササイズもやってみてください。2曲分になっております。で、前半はタオルを使って動いていきたいと思うので、フェイスタオルを1枚ご用意お願いいたします。では最終章頑張っていきましょう。足を左右に大きく広げて立ちます。つま先は外側に向けておきましょう。下腹部へこまして、骨盤、床と垂直の状態を作っていきます。タオルの端を持ったら両手上に上げましょう。肩甲骨を寄せながら肘を下ろしていきます。この時息を吐きます。肩はできるだけ下げたところで動かしていきましょう。体側を伸ばします。骨盤安定させた状態でゆっくり体を横に倒していきます。お腹と腰が均等に伸びていくのを感じてください。手は遠くに伸ばしながら動いていきます。息を吐いてお腹をぺったんこ、薄い状態キープしていきましょう。体の向きを変えます。ゆっくりと前足、膝を曲げて上体を下ろしていきましょう。体をゆっくり前に倒して伸びを感じていきます。手を下ろして膝をつきましょう。お尻を後ろに引いて前足の足の裏側全体を伸ばしていきます。つま先は天井方向です。手を前についてゆっくり立ち上がります。反対方向です。向きを変えたら前膝曲げて上体を起こす。腰反らないようにお腹引き締めて体を前に倒して伸びを感じます。ゆっくり手を下ろして膝も下ろしましょう。お尻を後ろに引いて前足の足の裏側全体を伸ばします。つま先は天井。体を前に戻したらゆっくり立ち上がって正面です。肩、腕のストレッチ。ぐーっとタオルを真下に引っ張って腕のストレッチをしていきます。反対です。両手上に上げたら股関節折りたたむようにして上体を前に倒していきます。お腹をへこましながらワイドスクワットです。膝は外側に向けて曲げていきます。呼吸も忘れずに、骨盤が後傾しないように意識をします。手を組み合わせていきます。しっかりと腰を落として内ももの伸びを感じながら動いていきましょう。バウンドです。3回バウンドして立ち上がります。手の動きも連動させましょう。足はゆっくりと幅を閉じていきます。足ブラブラしていきましょう。お疲れ様でした。2曲目は座った状態からいきます。膝立ちのご準備お願いします。お腹をへこまして綺麗なお辞儀をします。脇は閉じたまま肘を後ろにセット。ここから拳をプッシュしていきます。肘の位置変わらないように意識をしながら動かします。肩を左右に開くようにして胸を開いてください。拳が後ろに行くたびにどんどん胸が開いていくイメージです。
り10回です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、OK です。四つ這いの姿勢になります。肩の下に手首、お尻の下に膝をセット。息を吐きながら骨盤を後傾させ背中を丸めていきます。目線はおへそ。吸いながら骨盤前傾、胸を開いて前を見ていきます。もう一度いきましょう。吐いて、吸って。次は肩甲骨の腕立て伏せです。肩甲骨を動かします。できるだけ大きく開いて閉じて、開いて閉じて。次はプランクです。足を後ろに伸ばしてお腹引き締めた状態でプランク。辛ければ膝をついた状態でも構いません。お腹を引き締め、おへそを天井に近づけていくイメージです。しっかりと呼吸もしましょう。手を大きく左右に開きます。プッシュアップです。胸を開きながら動いていくのがポイントです。肩を下げて胸を床に近づけていきます。最後はバックプランクです。仰向けの状態で手をついてお尻を持ち上げていきます。肩の下に手首、膝の下に足首が来るようにセットをしましょう。お腹は薄くへこまして、お尻の穴を締めていくようなイメージです。ゆったりと呼吸をしてキープ。ゆっくりとお尻を下ろしていきましょう。これで終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか？胸を開いて定着させる動き、そして体幹をトレーニングしていきました。体をいきなり大幅に変えてしまうと演奏のスタイル、奏法とかも変わってしまうという不安もあるかもしれませんが、例えば無理をした形でずっと弾き続けてぎっくり腰とかぎっくり背中とか、よくミュージシャンの方で聞くんですよね。で、そうなってしまったら腰とか背中とかにいちいちビビりながら演奏するしかなくなってしまうじゃないですか。なので普段から少しずつ体をメンテナンスしていくことで、ご自身の奏法だったり技術も変わらずにしっかりとプレーができると思いますので、ぜひ演奏の練習だけでなくメンテナンスでストレッチやほぐし、筋トレなどなどぜひやってみてください。もしご意見ご要望ございましたら、私ぜひ考えさせていただきたいので、コメントお待ちしております。これからもどうぞよろしくお願いします。